今回の問題、スパニングツリーのルートブリッジはブリッジ ID が何々のものが選出される。ブリッジ ID は何々と何々で構成される。ブリッジ ID などの情報は何々によって各スイッチに伝えられる。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。スパニングツリーのルートブリッジはブリッジ ID が小さいものが選出されます。ブリッジ ID はブリッジプライオリティと MAC アドレスで構成されます。ブリッジ ID などの情報は BPDU によって各スイッチに伝えられます。お世話になっております、マサルです。今回はスパニングツリーのルートブリッジ、ブリッジ ID、BPDU について一緒に勉強していきます。早速始めていきましょう。前回の動画で冗長経路を作ると信頼性を向上することができますが、ループ構成となってしまいブロードキャストストームが発生するとお伝えしました。どうしてブロードキャストストームが発生するかというと、このループの構成をフレームがずっと回り続けてしまうからですね。そこでスパニングツリーでは一部のポートをブロック状態にして使えない状態にします。ループ構成からスパニングツリーを有効にするとこのような構成になりますね。一部のポートが使えなくなることでループ構成からツリー構成に変わりました。ループ構成は終わりがありません。フレームがずっと回り続けてしまいます。一方ツリー構成の場合は必ず終わりがあるのが特徴です。終わりがあるのでデータが存在し続けるということがありません。このように枝分かれしていく様子からこの終わりがある構成のことをツリー構成と言います。スパニングツリーは物理的にはループ構成を保ったまま一部のポートをブロックすることで、論理的にはツリー構成となりループを防ぐことができます。スパニングツリーはブロックするポートを決めてループ構成をツリー構成にするとお伝えしましたが、どのようにブロックするポートを決めるのでしょうか。ネットワーク管理者はどのポートがブロックされてどの経路が使われているか把握しておく必要があります。どのポートがブロックされるか判断するためにはまずルートブリッジを判断するところから始めます。ルートブリッジというのはツリー構成の最上位に位置するスイッチです。ルートブリッジからツリー構成ができています。少し話が脱線するんですが、このブリッジという言葉は過去よく使われていた L2 のネットワーク機の呼び名です。現在 L2 で利用される機器はスイッチがメインなのでルートスイッチと呼びたくなるかもしれませんが、現在も昔からの名残でスイッチで構成されていたとしてもルートブリッジ、ブリッジという呼び方をします。話が脱線したので元に戻します。ルートブリッジはブリッジ ID を比較して決めます。ブリッジ ID が一番小さいスイッチがルートブリッジになります。ブリッジ ID は2つの要素からできていて、ブリッジプライオリティと MAC アドレスでできています。ブリッジプライオリティの方は手動で設定することができて、 MAC アドレスは皆さんご存知のようにベンダーが設定している情報なので管理者で変更することはできません。ブリッジ ID はブリッジプライオリティが MAC アドレスに優先して比較されます。例としてこちらをご覧ください。今回は分かりやすくブリッジ ID が4桁だとして考えます。ブリッジプライオリティが00と小さく、MAC アドレスが99と大きいブリッジ ID と、ブリッジプライオリティが99と大きく MAC アドレスが00と小さいブリッジ ID があれば、ブリッジ ID として上は0099、下は9900になるので値が小さい上がルートブリッジとして選出されます。このようにブリッジプライオリティがブリッジ ID の上位の桁として存在しているので、ブリッジプライオリティが優先的に比較されてブリッジプライオリティの小さい方がルートブリッジとして選出されます。どのようにブリッジ ID が比較されるかもう少し詳しく見ていきたいと思います。まず各スイッチのブリッジプライオリティが比較されます。デフォルトでは各スイッチに32768という値が設定されています。もし管理者が意図的にルートブリッジにしたいスイッチがあれば、デフォルトの値よりもブリッジプライオリティを小さくすることで意図したスイッチをルートブリッジにすることができます。特に管理者でルートブリッジを指定しなければブリッジプライオリティはすべてデフォルトの32768です。すべてのスイッチに同じブリッジプライオリティが存在していると
どのスイッチをルートブリッジにするか決めることができないので、各スイッチの MAC アドレスを比較することになります。MAC アドレスはベンダーが付与しているユニークな情報なので、重複することはありません。例えば MAC アドレスがこのようになっているとします。本来は MAC アドレスは48ビットの情報ですが、今回は簡易的に4桁の情報だとします。MAC アドレスを比較して、一番小さい MAC アドレスを持つスイッチがルートブリッジになるということです。ここまででルートブリッジの選出方法は分かったと思いますが、ブリッジ ID を比較するためには、各スイッチが自分自身が持っているブリッジ ID を伝える必要があります。そこでスパニングツリーでは BPDU、ブリッジプロトコルデータユニットというデータを使って各スイッチに情報を伝え合います。BPDU のフレームのフォーマットはこのような構成になっています。いろんなフィールドがありますが、注目してほしいのはブリッジ ID とルートブリッジ ID です。ブリッジ ID の部分に自分のブリッジ ID を入れて、ルートブリッジ ID には現在自分が認識しているルートブリッジのブリッジ ID を入れます。他のスイッチから BPDU を受信したら、自分が認識しているルートブリッジのブリッジ ID と受信したルートブリッジのブリッジ ID を比較して、受信した BPDU のルートブリッジ ID の方が自分が認識しているルートブリッジ ID の値よりも低かった場合、受信した BPDU のルートブリッジの ID に情報を更新します。更新した後は自分から送る BPDU のルートブリッジの ID も新しく認識したルートブリッジの ID を入れるようにします。このように定期的に BPDU を交換し合うことで、最もブリッジ ID が小さいスイッチをルートブリッジに選出することができるようになります。ルートブリッジが決まったら、次にどのポートをブロックするのかを決める段階に移るのですが、ブロックするポートを決めるフェーズは次回以降の動画でまた詳しく説明していきます。それでは今回の学習内容をまとめて終わりにしましょう。今回の動画のまとめです。スパニングツリーのルートブリッジはブリッジ ID が小さいものが選出されます。ブリッジ ID が小さいものがルートブリッジなのでしっかり覚えておきましょう。ブリッジ ID はブリッジプライオリティと MAC アドレスで構成されています。ブリッジプライオリティが優先して比較されます。ブリッジ ID などの情報は BPDU によって各スイッチに伝えられています。この BPDU という言葉もしっかり覚えておきましょう。それでは今回はスパニングツリーのルートブリッジ、ブリッジ ID、BPDU について一緒に勉強しました。今回の動画いかがだったでしょうか？もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。